アーニュどうも、奇跡の続進、とムです。えー、今回なんですけれども、ちょっと、ね、生放送自体久々というところで、本当はめっちゃ喋りたいんだけども、ごめんなさい。今日ね、動画の編集も何もかも終わってなくて、今日の動画すらできてないという状況で、えっ、ー、と、今生放送の方をやっております。で、なぜこの生放送を今やらなきゃいけないかっていうのもね、ちょっと話し,していこうかなと思うんですけれども、今後なんですけれども、僕のチャンネルが変わる、 というか、そのサブチャンネルがね、今まで動いてなかった件についてね、軽く話していこうかなと思うんですけれども、すいません、今回ね、あの、今までサブチャンネルの方が、まあ、うまいことね、あの、天才チャンネルみたいな感じになったりだとか、大したね、何も機能してないっていう状態が続いておりまして、で、まあ、ね、使い道の方がね、僕の方でもわかんなくなっていて、まあ、だからこそ、投稿し続けなかったんですけれども、まあ、明日、4月1日から、 ちょっとね本格的に使用の方をしていこうかなと思ってまして、えー、と指導使用どっちでもいいんですけれども、まあ、そんな感じでねあの始まっていきますというねあのことを伝えたいなと思います、まあ、なぜをやろうかと思ったかというとことの発端はまあ今月なんですけれども、まあね、今月チャンネル登録者数いつもこだわっているんですけれどもおかげさまで今のところ470人近く えと今月だけでチャンネル登録していただいたという形なんですけれどもまあそのねあの結果を見て僕自身思ったこととしては、まあ、もっと上いかないとダメだなって思ってて、まあ、年内できれば自分自身がね1万人目指したいって思っていてまあそのこのペースだったらいかないんですよなのでもっとねペース馬力上げていかないといけないなっていうところを自分自身感じ取っていてじゃあどうしなきゃいけないかって言ったらも と有名になるしかないっていうところでいろいろなことをね考えていたんですよね。で考えていた結果、まあね、あの僕自身の投稿時間の方がよくよく考えればずっと8時で世界の方はね、えー、と10時というところでやっていたんですけれども、まあ、よくよく考えてたらその層しか取れないなっていうことに気づいて じゃあどうしようかなと思った時に、まあ、自分自身サブチャンネル持ってるんだから朝の7時半通勤ラッシュの女性に磨けて踊ってみたを毎日投稿しようっていうところから考えが始まりましたで、えー、とこれは4月限定になる可能性もあるんですけれども、えー、と4月中にですね、えー、と毎日3問ずつ、えー、ショート動画の方の踊ってみたをサブチャンネルの方で7時半より公開して 女性ファンを捕まえて、それをメインチャンネルの方に持っていけば、僕はもっと上に行けるっていうことに気づいてしまったので、それに注力していく、そんな感じになっております。 僕自身で、ね、もっと上に行きたいもっと上に行きたいって言ってても、まあね、同じことをずっとやってても、ね、しょうがないかなと思ってる部分もあるのでメインチャンネルの方も、ね、ち,ょこちょこちょこちょこ書いていきたいなと思っておりますでまたね X の方を見ていただければわかると思うんですけれども下の方にね、えー、と質問ボックスみたいなのがあったりだとかすると思うんですけれども でそちらの方ね、えー、なぜ解説したかっていうのもお話ししていこうかなと思うんですけれども、まあね、今後生放送、ツイキャスの方をいっぱいやっていこうと思っております。だからできればね、あのこれを見ている YouTube ユーザーのみんなもあのツイキャスの方ダウンロードしてくれて、僕の X をフォローしてもらって、あの見ていただければなとか思ってたりするんですけれども、まあ、僕自身ね、 あの生放送嫌いいじゃなしし普通に話したいいなと思っていてただ、ツイキャスをダウンロードするのがめんどくさいとかって思う方とか、あとはね、いつも YouTube で質問コーナーっていうのをやっているんですけれども、そちらの方で大体僕はふざけてしまう傾向があるので、真面目に答えてほしい方とかは、そこの質問ボックスに入れてもらえたら、僕のこの生放送とかでえ真面目に話そうかなと思っております。ままあねそそそれこここ進路どうううううしたたらいいいいだろとととかかううを考えてますとかそういった質問 質問とかあとはねコメントあこちらの方にしていただけたら僕はできるだけみんなのに答えたいなと思っておりますので、えー、よかったらねあの質問ボックスとご,ご活用いただければなと思います、まあ、僕自身ね多分質問に答えるの結構上手かなと思うんですよ僕ね酸いも甘いもいろいろ人生で経験してる方なんですよねそれこそ30近くなるんですけれども、まあ、僕めっちゃ失敗もしたしなんなら会社組になったこともあるしでまあ 普通にね、あの、大学も出てるし、あとは留学行ったことあるし、あと免許もめっちゃ持ってたりするし、っていうところでね、まあ、様々な角度からね、いろいろなアドバイスをしていければなと思っている部分もあるので、えー、真面目に生放送の方では回答したいなと思っております。まあね、基本的にはね、おちゃらけてる人なんですけれども、まあ、そんな感じでね、あの、僕の中ではいろいろな構成を練って、えっ、ー、と、今後4月から、 このツイキャスの生放送をやれるようにしたりだとかでそれを YouTube の方で転載して YouTube でも公開されるというはいそんな感じになっておりますだからね僕からみんなに言えることとしては極力 X はフォローしといてほしいうん X は生放送だけじゃなくても色々とね未公開画像とかね動画とかねペン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 貼りやすくてもうめっちゃね投稿していてでえー あとね、X 自体拡散機能、リツイート機能だったりだとか、そういうのがいっぱいあったりするから、僕自身ね、X が好きなんでえ、X の方を中心に活動していければなと思っているからこそ、ツイキャスの方も始めました。でね、このツイキャスを始めた理由としてはもう一つありまして、っていうのもね、僕もね、社会人でね、顔がすごい疲れながら生放送するのって皆さんに失礼だと思ってるんですよ。でもね、どうしてもやりたいっていう時に、よくよく考えたら、 ゲーム実況できるじゃーんと思ってツイキャストにしてる部分もあるので、ぜひ、あの、X の方のフォローの方よろしくお願いいたします。でね、まあね、あの、それだったら YouTube やればいいじゃんとかっていう声がやっぱり上がると思うんですけれども、まあ僕が今ね、YouTube チャンネルにおいての目標がチャンネル登録者数を伸ばすというところなんですけれども、どうしてもね、YouTube ライブやっちゃったらね、全然、全然、 あの本当チャンネル登録者数が伸びないという謎の現象が起こるんですよ。で、それがもうめちゃくちゃ悔しくて、それしかないんですよ。インプレッション率が異常に下がるんですよ。それはね、なんかね、公開されるなんちゃらとかいろいろね、あるんだけど、それで言ってもわかんないと思うから、とりあえずそれを無視したとして、だからこそ、あの、僕は YouTube ライブができないんよ。 だってさ、チャンネル登録者数を伸ばしたいっていうところでさ、ガン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 やってるんかさ、急にピターッと止まってみよう。俺のモチベーションがなくなるじゃん。だからこそね、えっ、ー、と、ツイッキャスの方を中心にやっていくのと、あとは俺がツイッター好きだから、えっ、ー、と、ツイッターの方で、あの、ちょっと伸ばしたいっていう気持ちがあるので、あの、もしよかったらこれを機会に。 あの、X の方を掘ろうと、あとはね、本当にガチでちゃんとした質問だったりだとか、あとね、普通に DM とかも開放してるので、あの、そちらの方とかにも行ってもいいですし、なんかいろいろ質問してみてください。結構真面目にね、答えることもできるので。はい。まあね、本当、自分の人生を振り返るとね、結構、なんて言うんだろうな、波乱万丈な人生なんで。なんだろう、俺今まだ就活やってるからね、就活生なんですよ。 皆さん知ってましたか僕は就活生なんですよ、実は。普通に働きながら、YouTube やったりだとか、こういうことをやりながら、さらにはそっちの、就職活動までもうきっついよ。まだね、そんな感じでね。でもね、だからこそ、僕はもっと上に行かなきゃいけないし、ここで結果を残せなかったら、俺はいつまで経ってもダメだと思ってるんで、頑張っていきたいなと思うんで、皆様、皆様、皆様、 え何卒よろしくお願いいたしますでねまあこっから編集して頑張っていってまたねあのー、時間を作れるようにしてえっ、ー、と僕自身ねあのもっと生放送だったりだとか普通の動画だったりだとかそういったことにね注力できるように、まあ、僕自身のね時間の使い方とかもねさらに見直してあの皆さんと上に目指せるような環境を整えていければなと考えておりますはいそんな感じで今回なんですけれどもちょっと短かったんですけれども 生放送の方をやりました。まあね、もうちょっと僕の方でも頑張って頑張って頑張ってやって上に行けるように頑張っていきたいなと思いますので皆様のね、後押しよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今回なんですけれどもザーっとちょっとね、あの4月からどうなっていくかっていうのを話ししようと思って生放送をやりました。ありがとうございました。